クリスタルズーランド、ハートレスキュー隊、愛するものをつなぐ場所、ズーランドはハートレスキュー隊を応援します。考えるだけでなく一緒に感じてほしい、バンダフルコーナー。暑いね、暑い、今日100回ぐらい行ったかね、暑いってね。頑張ろう、頑張ろう。さあ、ワンちゃんや猫ちゃんに関する疑問難問にズバッとお答えする、はい、大好評豊福先生のにゃんたってワンダフル診療所、今日会員でございます。いつもねご登場いただくあの豊福院長先生は今日はお休みでございまして、今日は奥様、北区の美人獣医師、いいですね西ヶ原ローズ動物病院、獣医師の豊福香織先生にご登場いただきます、はい、お電話つながってますよ、呼んでみましょう。香織先生、はい、こんにちは。あ、こんにちは、こんにちは、いつもお世話になっております。こちらこそ、この間はありがとうございました。個人的にご挨拶プロデューサーが今いろいろありがとうございます お世話をおかけしております、はい。さあ、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。香織先生、今日は初めてのご登場でしたっけ、ラジオは。はい、そうです、そうです。あ、そうですよね、デビューですね、デビュー、楽しみにしておりました、うん、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、今日はですね、先週の、クリスタルレインボークラブでもミッチーナちょっとご紹介しましたけれども、うん、9月14日土曜日に千葉県佐倉市のヴァンガードインターナショナルフーズ様で開催されるメディカルアロマテラピー講座、はい、ご紹介しましたね、はいはい、こちらの講師を実は香織先生、豊福香織先生がお務めください。そうなんです、はい、そうなんですね、そう、まあ、そんなことにちなんでですね、まあ、西洋医学の枠にとらわれない広い視点から、うん、ペットの健康について今日は香織先生にお話をお聞きしたいと思っております。なるほど、はい、うん、さあ、じゃあ早速お聞きしていこうかな。あの、はい、先生、そもそもね、今回あの14日メディカルアロマテラピー講座先生に、あのお願いすることになったんですが、はい、そもそもね、あのメディカルアロマテラピーに先生がご注目された、まあ、きっかけっていうか、なんか理由みたいなものって何かあるんですか。はい、はい、そうですね、うん、やっぱりこの情報がたくさんもうあの自由に手に入る時代になってきて、飼い主さんの意識自体がやっぱり変わってきてるって思うんですね。そうね。で、飼い主さん自体の方がその西洋医療っていうものよりはその代替療法っていう考え方っていうのをたくさん持ってらっしゃると思うんです、うん、で、まあ、獣医師っていう立場として、まあ、私の個人的な考え方ではあるんですけれども、はいはい、やっぱり西洋医療を中心にやっていくんだけれども、飼い主様が求めているその治療方法として代替療法っていうものがあるんであれば、うん、あの私もそれを知ってたいなと思って、うん、で、まあ、いろいろね、代替療法って言ってもホメオパシーだとか、はい、漢方だとか、あの針とか灸とかってあると思うんですが、うん、その中でもそのメディカルアロマっていうのが一番こう西洋的な考え方に近かったっていうか、その西洋の考え方で使えるなって思ったんですね、補助療法として。 なので、うん、まず勉強をどこから始めようって考えたときに、うん、まあ、とっつきやすかったっていうのが正直なところあるんですけれども、なんか私たち飼い主もでもなんかあの入りやすいって言えば入りやすいですよね。確かにアロマって言われると、うん、そう、身近、まあ、日常的にね聞く言葉ですしね、うん、そうですね、そうなんだ、はい、なんか先週もちょっとお話ししたんですけれども、私たち飼い主も参加したいんですよね、やっぱり治療に、うん、そうですね、うん、そう、やっぱりその獣医からこの薬飲んで開けたいてくださいっていうだけっていうよりは、うん、プラスアルファご自宅で何かこうご自身がケアできるっていうことがあると、うん、まあ、その患者さんの気持ちとしても、うん、こうペットに寄り添うことができるのかなとは思いますよね。ほんとそうなの、うん、本、ね、当そうなの実感ここにね、そうそう、そうだよね、ね、あの先生、それでね、まあ、はい、私の愛犬も、ええ、上の、まあ、長女ちゃんはもう10歳のね、うん、あのミニチャダックスで先生にお世話になってるんですけども、ええ、本当に長生きになってペットが、うん、ね、もう10歳って言ったら人間で言うと還暦ぐらいなんだけど、うん、すごい元気なの、うん、そう、やっぱりペットも長寿化が進んで、うん、あの QOL って聞いたことありますか、うん、皆さん、
生活の質、ね、うん、これって人間 の、 まあ、あの生活においても言えることなんだけれども、ペットの、ね、あの生活の質っていうこともすごく考えさせられる機会が増えましたよね。そうですね。ただやっぱり、ね、年齢が高くなってくると病気もどうしても増えてくるのはしょうがないことなので、うん、そうですね、じゃ、病気にどう向き合うかっていうこともそうなんですけど、その飼い主さんとじゃないか、ペットの動物の生活っていうことを考えると、病気だからこの子はこれしちゃダメ、あれしちゃダメって言って飼い主さんがこうなんか考えすぎちゃうよりも、うん、飼い主さんがちゃんとその病気のことを知って、逆に分かんなかったらかかりつけの動物病院にどんどん聞いちゃって、うん、で納得した上で治療に当たってもらうっていう、うん、そういう姿勢がある方が、うん、いいと思うんですよね。で、そうする飼い主さんの不安っていうのはやっぱり一緒に生活してるそのペットの方がすごくよく感じてると思うので、うん、本当そうなの。飼い主さんがなんだろう、後ろ向きにっていうか心配でっていう風に気持ちを持っててしまうと、それは全部ペットに移ってしまうし、うん、逆に飼い主さんがちゃんと病気のことを知って、たとえそれが予後が悪いものだとしても、うんうん、じゃあその先が見えてるそこまでをすごく楽しい時間にしてあげる、ペットにとってすごく、うん、自分ができる限りのことをする、うんうん、そういう姿勢ですごく前向きに考えてくだされば、うん、まあ、時間がもし決まってたとしても、そのペットの生活の質っていうのはいい風に維持できるんじゃないかなって私は思うんですよね。うん、ただそんな先生が欲しかったとか本当に、いやね、うん、本当そうよね。そういただけるとね、ありがたいんですけど、ただそこのまでのお手伝いっていうのを私たちがじゃあどういう風にお手伝いできるのかなっていうのは、やっぱり病院っていう立場でいるのと飼い主さんっていう立場でいるのとやっぱり全然違うと思うし、飼い主さんがそういうことを相談できる場所じゃなきゃ本当はいけないなと思ってるので、うんうん、そういう、ね、病院でありたいなっていうのも一つだし、飼い主さんとしてもにもお願いなんですけど、やっぱり不安に思ってることとか、うん、そういったことっていうのはどんどんかかりつけの、うんうん、獣医さんにぶつけていっていただきたいなと思うんですよね。そうですね。そうすることが一番その自分のペットのためになると思うので、うんうん、なんかね、やっぱり守るべきものって本当何なのとか、うん、なんか最終的に守れるのって誰なのっていうことを、そうなんですよね、うん、私いつも思うんですよね、うん、そうだからそこって飼い主さんしかできないことってたくさんあって、むしろそれこそさっき先生ね、予後が悪くてもっておっしゃってたけれども、うん、今までできてたことができなくなったとしても、例えばですけど、その今までやったことがなくてももっと楽しいこととかできることっていうのもたくさんあるんだよね、うん、そうですね、うん、なんかそういうことにもっと気づいてほしいなって私も思ったりします ね、 うん、そうですね、ね、だからまあ結局はその生活の質っていうのは飼い主さんとペットとのコミュニケーションなんじゃないかなって、うん、私は思うんですけれども、ね、うんうん、素晴らしい素晴らしいこれだからミッチーナがつなげていきますから先生大丈夫ですよ。あ、そうそうそしてその後ろにはバックにはクリスタルがありますから。あ、大丈夫です大丈夫ですよ、はい、任しといてください。全くね、本当に大風呂敷吹きましたけれどもね。さあ、もう時間がね、あんまりあれですけれども、はい、最後に先生、今お話しいただいたね、ペットの QOL 向上の取り組みなんか、先生のところで何か、やってらっしゃることとかございましたら簡単にお話しくださいませ。うん、そうですね、まあ、一つとしては、病気の早期発見、早期治療ができれば、うん、まあ、悪くなる前に病気が見つかりますよということで、はい、まあ、定期健康診断っていうのはおすすめをしていたりするんですね。あとは、うちの院長が、うん、まあ、心臓病は専門で循環器認定医、まあ、全国でまだ60名ほどしかいないんですが、そうなんだよ、そうなんだ、あ、そうなんだ、すごい先生なんだから、一応認定資格持ってるので、ね、そういうその心臓病で関してすごく不安になられてる方とか、うんうん、そういった方のその患者さんの不安ですよね、取り除いてあげられればなって、その今の
状況を的確にお話しして、うん、取り除いてあげられればなっていうのがもう一つですね、うん、はい、あとはお食事かな、コミュニケーションの一つとしてやっぱり毎日のお食事っていうのがあるので、はいはい、先生ね、あの手作り食の先生なんかもやってらっしゃるんですもんね。そうなんです、はい、ね、またぜひ、そうそうそう、そんなお話もね聞かせていただく時間も作りたいと思いますので、いえいえいえ、もうなんかありがとうございます。はい今日話したことを含めまして、はい、9月14日の、さくらでの、ね、イベントでは、ではい、メディカルアロマテラピーのお勉強を、ね、はい、ご提供先生と一緒にしていきたいというふうに思いますので、まだお席ございます、どうぞふるってご応募くださいませ、はい、ご希望者は、はい、道生までご連絡ください。先生今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました、はい、またぜひいらしてくださいね。はい、失礼します。はい、クリスタルズーランドハートレスキュー隊、豊福先生のニャンタッテワンダフル診療所をお送りいたしました。